どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新世の動画を作っていきたいんですけども、今回の動画はネタ動画って言った方がいいかもしれないなっていう内容になっております。何か新しい情報をですねお伝えさせていただいたり考察したりっていう動画ではないということだけですね、冒頭でお伝えさせていただけたらなと思ってます。で、僕自身ですね、三国志のことは好きで、で、その中でも特にですね、魏の勢力が好きなんですよね。なんで、ゲームをするにおいてもですね、曹操をはじめとした魏の武将をたくさん使ったような戦い方をしていきたいかなと思ってるんですけども、やはりこのゲーム内のバランスとかもありますし、あとそのガチャの引きっていうのもありますので、なかなかそういうわけにはいかないということになってるわけなんですね。で、仮になんですけど、僕が全ての武将を持ってて、で、さらに全ての戦法を持ってたとしたら、魏の武将だけでどれぐらい部隊組めるんだろうかというのをですね、ちょっと考えてみたんですよね。もう本当に複雑なパズルをやってるような気分でしたけどね。戦法は被らせることができないので、で、さらにまあ武将もそうなんですけども、で、その戦法も武将も被らんように、さらに強い部隊を複数部隊作るってなるとですね、結構頭使うんですよね。で、普段全然頭を使わないような生き方してますので、知恵熱が出るかなと思いましたけど、結構頑張ってですね、義だけでなんとか組めんかということでですね、たくさん舞台考えてきたので、今回はそれをお伝えさせていただけたらなと思います。で、中にはですね、使えそうな編成っていうのもあると思いますので、よかったら皆さんの編成の組み方のヒントにですね、していただけたら幸いかなと思います。そしたら始めていきましょう。はい、まずは長領を首相とした編成ですね。シーズン2のテンプレ編成ということになってるわけなんですけども、で、義のファンといたしましてはね、やっぱり長領、利点、学信で組めたらですね、合肥の戦いの再現ができていいのかななんて思うんですけども、利点に関してはですね、星4ということになってるので、さすがに PK シーズンまで進んでくると、星4武将を実戦に投入するっていうのは、なかなか難しくなってきますので、ここら辺はですね、もうゲームに沿ってと言いますかね、その長領を使って、で、さらに強くなるという感じで組ましていこうかなと思ってます。で、組ます武将っていうのはこんな感じになってます。はい、テンプレ編成ですね。花公園と角化ということになってるわけなんですけども、覚えさせてる戦法に関してはですね、今回新たに追加された事件戦法なんかも覚えさせてるということになってます。花公園の継承戦法に雷血戦を装備させております。で、ちょっと前の動画で雷血戦については深掘り動画作らせていただいてますので、もし興味ある方はそちらの方も見ていただけたらと思うんですけども、この雷血戦を覚えさせる武将といたしましては、この花公園と孫昌公、この二人が特に向いてるということをですね、その動画内でお伝えさせていただいてますので、その花公園を使うにあたって、まあ孫昌公はですね、5の勢力になるので使うことはないですから、まあ、雷血戦を覚えさせて運用していこうという狙いがあるわけですね。で、もう一つ、各家に覚えさせてる継承戦法の敵基地ですね。こちらも PK シーズンで覚えれるようになる事件戦法ということになってるわけなんですけども、こちらも非常に強いんですよね。で、こちらの舞台はですね、長領の一騎当選と、あと、鬼人帝位ですね。あと、それとですね、花公園の固有戦法プラス殺傷御部なんかが突撃戦法ということになってますので、メインアタックはですね、突撃戦法でといった舞台になるわけなんですね。で、こちらの敵口はですね、自軍全体誰でもいいんで、突撃戦法を発動した時に、通常攻撃の目標の統率を 15% も減らしてくれると。これ、つまりですね、統率が250ぐらいある武将に対してですね、発動した場合はですね、30ぐらい減ってくれると。で、しかもこれが3ターンという長い間持続した上に、重ね掛けも可能ということなんで、うまくいくと100ぐらい下がるということなんですね。で、さらにさらに敵軍全体を襲撃状態にするということになってますので、相手の武将が全員ですね、後攻になるみたいな感じになったとしたらですね、まずこの加工園でですね、殺傷御部プラス、で、殺傷御部が発動するということは突撃戦法が発動したということになるので、この敵口での統率の減っていうのも与えられるっていうことで、相手をかなり神にした状態で長領の番が回ってきたとしたらですね、一ターンで決着つけることも可能になってくるような編成ということなんですね。これはかなり強いんじゃないかなと思いますので、敵口を覚えさせたいところなんですけども、ここに関してはですね、他の戦法でも代用はできるんじゃないかなと思います。それがこちら、大岡役場ですね。これは両党から継承できるということになっているので、シーズン3から入手可能な戦法ということになっています。で、戦闘開始後3ターンの間、敵味方全体の要計略ダメージを 30% 減らし、
通常攻撃および突撃戦法のダメージを 20% 増やすということが書かれてます。でこの編成においてはですね、各課が一応知力系の武将ということになってますけども、軽力ダメージを与えるような戦法は一つも持ってないということになってますので、通常攻撃と突撃戦法のダメージがしっかり上がる上に、各課以外は結構その知力がそんなに高くないんですよね。なんで相手の軽力ダメージをかなり受けてしまうという環境になるんですけども、これでですね、要軽力ダメージが 30% も減ってくれるっていうことになるので、こちらの耐久も硬くなってくるということになってきますので、この桜花役場も捨てがたいかなというところですよね。なんでまあ、どちらかを装備することによってですね、この、長領のシーズン2のテンプレ編成っていうのもですね、かなり強化される形になるんじゃないかなと思います。で、長領に覚えさせてる突撃戦法なんですけども、一騎当選の代わりに暗蔵元気みたいなですね、首相を攻撃するのに適したような戦法を装備させてもありなんじゃないかなと思うんですけども、まあ一応今回は全ての戦法を持ってると仮定した時にこうやって組んだら強いんじゃないかというコンセプトなので、目いっぱいですね、一騎当選と鬼神定位というですね、入手しにくい戦法を積んだ長領ということになってますので、これ組めるようやったら使ってみたいなと思うんですけども、僕これ組もうと思ったら組めるんですよね。なんですけども、ちょっと今シーズンはですね、そこそこ育成が進んできちゃったので、もう進路変更はできないということになってるんですけども、なんかですね、なんか絶望的にその僕が組んだ舞台っていうのが活躍しないとかいうことがあればですね、こういった、編成を組むのにですね、シフトチェンジしてもいいかなと思えるぐらいですね、僕は気に入ってる編成ということになっております。はい、次はですね、先日紹介させていただいた五芒神を使った編成ということになってますので、前回の動画と内容が丸かぶりということになってますので、細かいところはお伝えせずにということでさせていただけたらなと思います。気になる方はですね、もう前回の動画を見ていただけたら一番わかりやすいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、使ってる戦法なんかはこんな感じでいこうかなと思ってます。他へのかぶりとかも考慮して、でさらにですね、順位を使うという形の五芒神ということになってますので、弓というつもりで白馬義銃を装備させているパターンということになってますね。各課を使うパターンの五芒神もあると思うんですけども、先ほど長領編成で使っちゃってるので、ここはもう順位一択になってしまってるんじゃないかなと思います。そしたら次の編成見ていきたいと思います。で、芝居盾なんですけどね、曹操を使わず曹仁を使う芝居盾ということでさせていただけたらなと思います。で、無論ですね、曹操で行った方が強いんですけども、ここで曹操を使っちゃうと他の部隊がですね、組みにくくなっちゃうんですよね。で、義で染めるというコンセプトだったらですね、さすがに4部隊ぐらいは組めんことには、義で統一したぜって言い切れんかなということになってくるので、ここで泣く泣く曹仁を使ってるということになってるんですけども、これでもね、結構強いんですよね。なんでその曹操がいなくても芝居立てっていうのは十分組めるかなと思います。で、覚えさせてる芝居の継承戦法なんですけど、一つは兵務醸成にしてます。ここ本来活目相対がテンプレということになるんですけども、活目相対はですね、その五芒神の定育に覚えさせてしまってるので、その代わりに兵務醸成ということになってます。で、この編戦法に関してはですね、僕ほんと何回も動画でお伝えさせていただいてるところがありますので、もうあまり詳しく説明しなくてもいいかなとは思うんですけども、その姉妹に覚えさせるということだったらですね、活目相対の次ぐらいに優秀なんじゃないかと。特に呂布なんかと相対するときにですね、この兵務醸成持ちの姉妹で対決するとなったらですね、活目相対よりいいかもしれないレベルでですね、強いんですよね。なんでまあ、ここは活目相対を他に取られてるんだったら兵務醸成しかないだろうなということで覚えさせてるということですね。で、一応曹仁に覚えさせてる戦法とかはですね、曹操を継承するという感じにはいかないんですよね。やっぱり、曹操に格骨領土を本来覚えさせてるはずなんですけども、曹仁は知力があんまり高くないので、この格骨をですね、各所に覚えてもらってという形ですね。その代わりにその異部軍民と東高兵を曹仁で、覚えさせてるということになってます。で、固有戦法なんですけど、アクティブ戦法になってて、洞察状態になり敵軍全体を挑発状態にする、さらに自身の統率を150増やす2ターンに属するということが
書かれてますので、その芝居を守るというコンセプトがやはり芝居立てということになってますよね。芝居を平人ダメージから守りに守り抜いて、で、後半に効果力を叩き出してもらって決着をつけるみたいな編成になってますので、案外そのコンセプトと合ってるんですよね、この総人の場合はね。なんでかなりですね、ソースを使わなくても使え強い編成になってるんじゃないかなと思います。もしかしたら一番安定するんじゃないかなって思える編成ですねぐらいかな。芝居立てに関してはそこまで、細かく見ていく部分っていうのはないかなと思います。基本的にはテンプレートはあまり変わらないということになってますね。そしたら最後ソースを使う編成を見ていきたいと思います。はい、曹操はですね、護衛軍の編成に入れることにしました。で、多分本当はね、やっぱり芝居立てとか、あと義砲機なんかを組んで、そこに曹操を入れた方が、圧倒的に強いテンプレ編成が一つっていう軸ができるんでね、いいかなと思ったんですけども、今回のコンセプトが、もう義で統一してたくさん部隊を作るということになってますので、そうなると曹操はこっちに回した方が、部隊数はたくさん作れるんじゃないかということですね。で、徐行曹操転移で組ましてます。で、こちらに関してもですね、以前、護衛軍の深掘り動画というのを作らせていただいて、その時に紹介させていただいた編成にそっくりなんですよね。なんで、ここもですね、詳しく知りたい方は見ていただ、そっちを見ていただけたらと思うんですけども、そちらの動画の時はですね、曹操に滑骨領得を覚えさせてたんですよね。なんですけども、滑骨領得は芝居立てに取られちゃってるので、回復手段がないっていうところがですね、ちょっと痛いところかなと思います。で、その代わりといっては何なんですけども、天意に奮戦力等を装備させてますね。こちらは自身の兵力を回復して統率を増やすということになってますので、かなりやはり自分を守るのに適しているということになってますね。で、自身が副将の場合は回復率は武力の影響を受けるということになっているので、天意の武力というのは非常に高いですから、この、上がる統率と回復力っていうのもですね、大きいんじゃないかというところですね。以前紹介させていただいた動画は、シーズン3で作らせていただいたということだったので、奮戦力等はまだ覚えさせられなかったということになっているわけなんですね。なんで、ここで、入れてるということなんですけども、その分ね、護衛軍がね、曹操の方で覚えさせる形になっちゃうんですよね。ってなると、この護衛軍って天意か巨長がですね、覚えてる場合は統率の上がり幅っていうのが増えるんですよね。なんで本当は天意に装備させたいところではあるんですけども、滑骨領得がないがゆえにですね、こういったところに歪みが出てきちゃってるっていうところなんですね。なんでもしかしたらせっかく曹操使ってるのにむちゃむちゃ強い編成ではないかもしれないなという懸念はあるんですけども、こうやって組むのがですね、数をたくさん組むのにはいいんじゃないかなと僕自身は思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回は義の武将だけでですね、戦法をかぶらず、さらに武将もかぶらないで、どれだけ部隊を作れるのかというのをですね、ちょっと考えてみるというチャレンジをやってみたわけなんですけども、残念ながらですね、ここまで考えても余ってる武将っていうのがいまして、で、特にですね、巨長、あと加工と学士、この3人ですね、この3人は割とまだ前線で戦えるにもかかわらず余らしてしまったということで、ここら辺をうまく絡めながら5部隊目も作れんかなっていうことをですね、ちょっと考えてはみたんですけども、やっぱり難しいなというところですね。この4部隊が限界かなというところですね。で、さらにですね、槍編成がいないということになってるんですよね。盾が2枚と騎兵と弓が1枚ずつということになってるので、槍編成も組めたらよかったかなとかでちょっと思ったりもします。でですね、このゲームで本当になんかすごいなって思うのはですね、割とどの勢力もバランスがいい感じがしますよね。なんか、義って、曹操がいなかったら、もう部隊が組めないみたいな印象あったんじゃないかなと思うんですけども、割と個性派揃いの武将たちで形成されてるんですよね、義の勢力ってね。なんで、曹操がいなくてもなんとか組めるもんだんだなっていうのをですね、ちょっと今回感じました。逆に豪とかだったらですね、なんか特に PK シーズンなんかだったら優遇されてるような気がせんでもないんですけども、割と同じ武将をこうこねくり回して作ってる編成っていうのが多いので、こんな個性派が揃わない感じなんですよね。なんでまだ挑戦はしてみてないですけども、4部隊作れるんかなっていう感じなんですよね。もしかしたら作れないかもしれないなって思うような勢力ということになってるわけなんですね。
あとまあ職なんかにしてもですね、やはりこう諸葛亮を軸にって考える舞台がほとんどになってくると思うんですよね。まあ、あの劉備もそうですけどね。なんでここまでこうバリエーションは大きく作れないんじゃ、多くは作れないんじゃないかなっていう気がしてるので、やっぱり僕の好きな技能勢力ちょっと考えてみて面白かったなというのが今回の動画ということになってます。もし今回の動画がですね好評なようだったらですね、豪とか職とかあと軍友なんかでもですねやってみたいかなと思いますので、その辺はですね高評価とかあとまあ再生数あとコメントなんかを見てですね判断させていただけたらなと思いますので、何かご意見がありましたらどしどし書き込んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。